続いて真正面バージョンで書いていこうと思います。筆の真ん中の部分を優しく持って墨をたっぷりとつけて、では書いていこうと思います。小学校4年生の課題の走るを書いてみました。一文字の課題なので力強く最後の払いをきれいに書けるといいですね。頑張って書いてみてください。